います、それでは、表題のタイトルの論文について、文献紹介を始めさせていただきます、今日紹介する論文が、Semi Supervised Word Sense Disaggregation with Neural Model ということで、コリング2016の論文になっています、はい。で、まあ、この論文の概要についてざっと説明していきます。まず語義曖昧性解消、これ英語の語義曖昧性解消について、まあ、述べている論文なんですけど、基本的にその英語の語義曖昧性解消では、まあ、ベースラインとして Most Frequent Sense ということで、一番よく使う辞書の中で一番よく使われている語義を、まあ、選んだ時の精度っていうのが、まあ、ベースラインとしてよく使われるんですけど、まあ、様々な手法を用いてなお、まあ、そのベースラインを大きく上回ることができていないということで、まあ、どうしようみたいな問題になっていますと。で、今回、筆者らが、まあ、主張したワードエンベディングと LSTM と、セミスーパーバイズドな手法っていうのを用いることで、ステートオブジアートを記録するような精ステートオブジアートな精度を、記録し、まあ、ベースラインに比べてより高い精度を得る手法を、まあ、提案するっていうのが、まあ、この論文の概要になっています。はい、で導入です。語義曖昧性解消の手法には、まあ、教師あり学習と教師なし学習と、まあ、知識ベースっていうその、まあ、3つぐらいが、まあ、基本的にはありますと。で、語義曖昧性解消の種類としては、レキシカルサンプルっていうものとオールワーズっていうものがあります。レキシカルサンプルっていうのは、文中の中で一つだけ語義曖昧性解消をしろみたいな形の問題が与えられて、その単語についてのみ語義曖昧性を解消するというようなタスクになっています。でオールワーズっていうのは、文中にある全ての単語、曖昧性解消する必要性がある全ての単語について、曖昧性解消するっていうのがオールワーズのタスクになっています。で問題になっているのが、そのオールワーズの語義曖昧性解消タスクにおいては、ステートオブジアートな手法においても、モーストフリークエントセンスのベースラインが非常に強くて、あまり精度に差異がないというような、まあ、形に、現在はなっているという問題があります。で、筆者らは、まあ、そこに対して、ニューラルランゲージモデル、まあ、ここではワードツーベックなんですけど、ワードツーベックを、まあ、組み合わせることでより高い精度を記録できるんじゃないかっていうような提案をしていますと。で、まあ、実際にワードツーベックのベクトルを、語義曖昧性解消に使用することで、まあ、その精度が上がるっていうのは、まあ、もうすでに論文などで報告されておりいますと。まあ、しかしながらこのイアコバッチさんの論文中では、基本的にそのワードツーベックのベクトルを足したり並べたりっていう手法を用いているのですけど、まあ、基本的に文章の構造が単純に並べたものを組成としているので、文章の構造の情報が落ちてしまうという問題があります。でそこで筆者らはそのワードツーベック、ワードエンベディングですね、ワードエンベディングと LSTM を組み合わせることで、より高い精度が期待できるんじゃないかっていうような提案をしています。で、まあ、それがこの理論というかモデルになっています。で、WN っていうのが単語で、ちょっとこのここにあるドルマークが、まあ、ここではシンボルっていうふうに書いてあるんですけど、このシンボルが、語義曖昧性解消をしたい単語になっています。で、まあ、文章のその構造というか並びっていうのを考慮するので、基本的には、W1 から、そのエンドオブセンテンスまで順番に入力をしていきますと。で、すいません。ただ、まあ、シンボルマークになっている部分、その語義曖昧性解消したい単語ですねに関しては、まあ、何らかの形でシンボルに置き換えてあげて、それを LSTM に入力してあげますと。で最終的にエンドオブセンテンスが入力された時点で、そのこれ W3、 もともとはここの W3 に何が入るか、あのここをシンボルに置き換えてるんですけど、そのシンボルに置き換えたその W3 がにどんな単語が来やすいかみたいなものを、まあ、予測させることによって語義曖昧性解消をしてあげようというのが、提案になっています。で、この
標っていうのが、まあ、実際にその単語をシンボルに置き換えて LSTM で、その単語どの単語がシンボルに当てはまるのかっていうのを予測させたものになっています。例えばそのエンプロイコンペンセーションイズオファードインザフォームオブキャッシュアンドオアストックっていう、まあ、文章があって、で、ストックっていうものにストックに対して、まあ、語義曖昧性解消をしたいって言った時にそのストックっていうのを、まあ、ドルマークのシンボルに置き換えて LSTM に入力させてそのドルマークに何が当てはまるかっていうのを予測させます。まあ、すると、まあ、その文章の流れとか、まあ、そのをうまく汲み取って、まあ、こういうキャッシュとか、まあ、ストックとか、まあそうですね、シェアとかそういう、まあ、ここのストックであれば、まあ、なんかお金関連であるから、まあ、キャッシュとかストック、まあ、ストックはまあその曖昧性解消した単語なんですけど、まあ、キャッシュとかローンとかボーナスとかっていう単語が、まあ、その予測した単語に出てくるような形になっています。で逆にそのそうですね、一番下の Our soup are cooked with vegan stock and seasonal vegetables っていうような文章であれば、このストックっていうのは、まあ、食べ物関連の言葉を表しているので LSTM での予測が、まあ、フーズとかベジタブルスとか、まあ、そういったその食べ物に関連するような単語になっていますと。あ、すいません。で、まあ、その予測される単語っていうのを用いて語義曖昧性解消してあげようっていうのが、まあ、ここでの提案で、まあ、彼らはその2つの手法を提案しています。まあ、1つは単純にスーパーバイズドなメソッド、もう1つが、まあ、表題にもあったセミスーパーバイズドなメソッドですね。で、まずそのスーパーバイズドな方の手法について説明すると、その LSTM のベクトルを用いて、こういうコンテキストレイヤーのベクトルですねっていうのを用いて、各コンテキストのベクトルと予測後のベクトルの類似度を計算し一番近い語義を付与するっていうふうに書いてあります。っていうのは、例えばキャッシュとかで、すいません、 ID1 の文章であればキャッシュとかストックとかっていう文章が、まあ、LSTM のベクトルから、まあ、抽出できるので、まあ、こういうふうに、まあ、なんかこう点を打てるわけですね。でそれとは別に、C1、C3、C2 っていうものがあると思うんですけど、まあ、それらは教師データから作ったコンテキストのベクトル一つ一つですね。でその一つ一つのベクトルと、このハテナマークがこの語義曖昧性解消したい単語なんですけど、その単語のコサイン類似度っていうのを計算してあげて一番、まあ、中心ですね、各語義の中心とそのハテナマークのコサイン類似度を計算して一番近いものの語義を語義ラベルを付与してあげるっていうのが、まあ、単純なスーパーバイズドのメソッドになっていますと。はい。で、セミスーパーバイズドな手法についても、まあ、彼らは説明して提案していて、でまあそのラベルがついてないデータに対して、まあ、ラベルプロパゲーションっていうような形で、ラベルを伝播させてあげて、まあ、その、より精度よくラベル付与を行ってあげようっていうような提案になっています。で、まあ、このラベルプロパゲーションっていうのが、まあ、重みが小さくなるように、ラベルが付与されてない、ここで言うと、中身が、色がついてない四角とか、二重丸とかなんですけど、まあ、それに対して例えばそのシードラベルと計算されたラベルの類似度、まあ、これ単純にここと、まあ、他のラベルの類似度っていうのを取ってあげるとか、事前分布と異なる分布の場合にペナルティを活性機構みたいな形で、まあ、なんかあんまりに変なところにあるものがこっちに入れたらペナルティ加えてあげようみたいな形の、まあ、重み付けみたいなものをしてあげて、その重みが小さくなるように、まあ、ラベル付与されてないものに対してラベルを付与してあげますと。でそうすると、まあ、大体この例であれば、まあ、ここに線が引けるなっていうのが、まあ、分かるようになって、最終的にこのハテナっていうのがこっちの語義ラベルを付与できるっていうのが、まあ、分かるようになるっていうような、まあ、理論を彼らは提案していますと。で、まあ、もうすぐに実験の結果の方に移っていきますと。で、
まあ、上にあるのが、元々の、語義曖昧性解消のメソッドになっていて、で下の方が、まあ、彼らが提案した手法の結果になっていますと。で、まあ、基本的に、語義曖昧性解消での、まあ、精度検証でよく用いられる、まあ、セムエバルの各タスクで精度検証をしていますと。で結果を見ると、まあ、おおよそその LSTMLP、LSTM のラベルプロパゲーションセミスーパーバイズですね、な手法を用いたものっていうのが比較的高い精度を記録していることが分かりますと。で、その名詞に関して、このセムエバル7とセムエバル13のものでいくと、そのチェンさんの、まあ、過去の研究や、ウェイ・セン・ボーンさん の, あの過去の研究というのが、まあ、比較的高い数値を表しているんですけど、まあ、他の、ウェイ・セン・ボーンさんであれば、他のセンスエバル3とか、セムエバル7のデータを見ると、まあ、比較的約 5% ぐらいは、高い精度が、そのラベルプロパゲーションを使ったセミスーパーバイズの手法では、まあ、記録できており、まあそのまあ、名詞以外の、まあ、動詞や形容詞っていうものに対しても、まあ、高い精度で予測ができるっていうのが、まあ、この表から分かると思いますと。で、次に、ノードエバルっていう、まあ、データセットを用いて、まあ、また別の実験っていうのをしていますと。でこれはニューオックスフォードアメリカンディクショナリーの語義セットを、まあなんかその語義セットっていうのを用いて、かつそのセマンティックイングリッシュランゲージデータベースの文章から、まあ、を、そのオックスフォードの辞書に対して、辞書の語義セットに対して、まあ文章を振ってあげて、まあ作った新しい、語義曖昧性解消のためのデータセットになっていますと。で、まあ、その平等に評価を行ってあげるために既存のセムコアやマスクに対して手動でノードの語義をアノテートしてあげるっていうような処理を彼らはしていますと。で、まあ、結果がこれになっているんですけど、上の方が、普通のスーパーバイズな手法で、下の方は、ラベルプロパゲーションを用いた手法になっています。で、もう上の方を見て分かる通り、そのデータと、訓練データとしてノードとマスクを使ったものや、まあ、ノードとセムコアを使った、つまりそのなるべく規模が大きいデータセットを使ったもので、かつその LSTM を使った彼らの提案した手法では、まあ、非常に高い精度を、まあ、どの方法でも記録しているっていうことが、まあ、分かりますと。で、この一番上が、まあ、問題になっているその Most Frequent Sense っていうことで、ベースラインとして使っているものなんですけど、そのベースラインに比べて、まあ、大体、セムコアの場合は、約 7%、マスクの場合は、まあ、約 6% ぐらいという形で、まあ、大きく上回る精度を記録できているということが分かりますと。で、そこに対して、まあ、セミスーパーバイズの方になるんですけど、ラベルプロパゲーションというのものを用いて、その反響者ありでラベルなしのデータを、使ってより精度高くラベルを付与するっていうモデルについてでは、そのセムコアのオールの精度っていうのは 87.3% っていう形で、まあ、約 10% 以上も精度が向上しているっていうことが分かりますと。でマスクに関しても同様のことが言えて 75.3% に対して 87.2% と約 12% ぐらいの精度の向上が見て取れると思います。つまり、まあ、Most Frequentセンスのベースラインから、まあ、大きく精度を上げて、かつステートオブジェアートな精度を記録する手法を、まあ、彼らは、提案したっていうことになります。はい。で、まとめです。まあ、ワード2ベックと LSTM、そしてラベルプロパゲーションというものを用いて、高精度に語義曖昧解消を行う手法を提案しました。そして、まあ、結論として、各タスクにおいて、ステートオブジェアートな精度を記録することができていますと。はい。これで発表を終わります。